はいどうもはいどうもラットでーすということで、第5回目ということなんですが、どうも。もうちょっと今夜になってるんですけど、カメラどこですか？ここですか？こちらですね、そちらですね。これ当たってますか？はい、ねどうも。1時間ほど今まで撮影してたんですけども、申し訳ないです。私ラットがですね、カメラを起動していないっていう。バカ野郎ヘック画面押してないっていうことで、お前がちょさっきまでめっちゃ面白い会話たくさんあったんですけど、お前がもう俺はもう何も言われんぞもう1時間無駄話をしただけの会を俺はもう何も言われんぞ大変申し訳ないですということで、同じ会話を2回目殺してやろうか、ね、やりはやめてください本当にもうケンさん怒りすぎてやめて怒りすぎてということで、いきなりドーンなんですけど、こっちですね。リアクションしねえぞもう。まあ船です。ちょっと悲しいですね。悲しいな。悲しいですね。レックボタンを押し忘れてるのは本当に気をつけましょう皆さん。本当に気をつけましょう。一番やっちゃダメなことだから。どんなことしてもいいけど、レックボタンを押さないってことだけは。絶対にやめてください大変申し訳ないで、この槍の残骸ももう何であるかみんな分からへんですけどねこの槍の残骸もみんな何であるか分からへんですけど、これにも歴史があったんです。やられた時悲しかったけど今もっと悲しい。どんなに壊してもいいけどレックボタンは遅いじゃないともう何もないから、記憶に残らないですね。ただのいじめだから俺がレックボタン押さなかったことでケンさんがただの悪者になったこれは新しいロケ地とねしようかなっていうお話ですね。いいですね。はい、いいっすね。船、海賊船、ブラックダルゴですもう一回お願いします。海賊船ブラックダルゴです。ありがとうございます。ブラックダルゴらしいですねブラックダルゴです。これ絶対これ考えてたよねずっとねしっくりきますわ。この考えてたよねのくだりも2回目で、さっきのケンさんのツッコミが弱くなってるって。弱くなってるっすね。ダメだな。お前考えてただろってあのツッコミが。いやダメだな、やっぱ2回目はできないよ。できないっすね、やっぱあれは。嘘はつけないっす。悲しいかな。今なんか飛んできたっけ見えた見えちゃった。なんかケンさんの鬱憤が飛んできたっすけどここな。まあでもこいつはね海賊船なんでちょっとやれたぐらいじゃん。もうどうすかどうすか。いいっすねこの海賊船は。でどこで歌うの結局。穂先で歌おうかなと思って。どこですか穂先。この今コース。星空の下音に誘われてみんなで踊ろうぜ、目を合わせりゃ拳合わせて始まる音の宴、みたいな感じ。いいですね。元は生まれたカリブの島からはるばる海越えてやってきた、たどり着いた槍が飛んでくる槍が次々飛んでくる見えてんの見えてんのあれですか、歌ってる時に物飛ばされるって一番きついっすよ精神的に。これなんで途中で曲がってるんですか。曲がってる、槍が俺に刺さらず曲がってます。え、当たってんのねあー俺に当たってそうだね。あ、でも今ちゃんと飛んできましたよ。当たらないようになってんじゃない、ラットには。あははは、守られてますね。なるほど、無敵バリアがあるんですね。でも俺のちょっと待って、もうボロボロやん俺の船ボロボロやないですか。これ一応回収する前取れないですからね。あれそう、自然消滅しないですからねこいつら。あ、そうなんだ。狙われた感あるよね。狙われた感あるっすね。いや海賊っぽくなってきたよ。海賊っぽくなってきたっすね。はい、じゃあこれはね、これとしてこれはこれとして次。はい、でここはヤシの木の島っすね。そうだね、はい、作ったやつね。作ったやつね。うわ鳥上にいるじゃん。あ、いっぱいあっちにもいる鳥。はい、多分あっちに移ってってもないから、まあ、鳥も生み出したんですけどね先ほど。そうっすね、こいつらがこいつまで移住してくるという物語があったんですけどね、ケンさんがね、こちら側のね湾になってるビーチがこっちにもあるんですけど、今ちょっと自分来てるんですけど、はい、行きますよ。じゃあそっちに行きますよ。はい、
ここをケンさんが見つけ、そう見つけたことももう消えてこの場所を見つけ、その下にこの海をキラキラさせさせて、俺がこのヤシの木を立て立てレクを押し忘れというレクを押し忘れたことに気づくというっていうことで、まあこのね、あの島とかもできたということで、はい、もうそろそろ PV 撮影に OK。 あと1個あったでしょ、あっちに。はい、ああそうですね、あとあっちがありましたね、民家のところ行きますか。はい、ここにも槍が刺さっておりますここでも槍取りしましたからね。そうですね、やり取りしたよっていうのは残ってるっていうね。そう、あのいじり方がここで、ここで槍のいじり方が発生したよっていうこれ槍発祥の地っすね。そうですね、そうですね。これは何なの、まず特に意味なし。あ、これはなんかあの現地民のなんか家みたいなのを、ドーム状の家みたいなのをちょっと作りたくて。でもここなんか雰囲気好きだけどな、藁の家みたいな。ここなんかできんかな、ここめっちゃ好き。あ、ほんますか。うん、じゃああれします、この家何個は建てます。あ、この家は別にいらないですか。この家はいらないと思うけど、なんかこの感じでなんか歌える、これこそナットがいつも作るステージじゃない、庶民ステージや、庶民ステージ。ここに庶民ステージドンと置きます。それとも俺この家の上で歌います。いや庶民ステージでしょ、庶民ステージ作っちゃいます。うん、ブースがありそうな気がするよ。あーはーはーはー、ターンテーブル、ブース置いて、はいはいはい、でなんか雰囲気あるよねっていう。ブース作っちゃいます。はい、作っちゃいましょう。じゃあじゃあ行きますか、早速。何を作ろう、場所的にはこんな感じですか。ちょっとでかいか、ちょっとでかいっす。村の規模じゃないな、まあいっか。後ろに D と、後ろにはじゃあこれじゃあ D 作っとくわ。 OK っす。あとそこに立つんだったらもう後ろ狭いぜ。あ、ちょっと前にステージじゃ残そうかな。結局でかくなるさっきよく考えたらサウンドシステムっぽいでかいスピーカー横に立てましょうか。レゲエのイベントの時にここにブースあるけど、うん、ブースあるけどスピーカーこっちに横にあるみたいな。あー、いいよそれだ。てか俺も石炭ブロック使ってますけど大丈夫です。いいよ。そう、巨大スピーカー作ろう、どうせやったら。また巨大物、建造物するなんか俺らやると巨大になるっすね。そう、あ、分かった、今度は逆にぶち抜くか。スピーカー、キーみたいなやつの方が良かったかな。黒よりキーみたいなやつの方が良かったっすかね。できました、見たい見たい。わお中抜き入れよっかな。あ、これはこれすごいですね。なんか、どうなんだろうね。わかった、怖いな。あ、すごいな。何ですか、スピーカー。いいね、家なのかスピーカーなのか。ここからマンションみたいなスピーカーが3階間のベランダみたいな。俺思ったんですけど、この間全部気にしたらどう思います。こんな感じでこう微妙っすね。あ、まあ、さっきの方が良かったかな。わあ、何ブロックっすかこれ。あ、わかんない。あ、レッドストーンブロック。あー、なんかもうあれじゃないですか、吸血鬼みたいじゃないですか。なんか 目に見えるよね、目。はい、いい赤がないんだよね。うわ、マグマが出てきた。え、あ、マグマを入れるっていう手があるな。どういうことですか。マグマで D をやるっていうのはありじゃない。マグマで D をやるべきだな。分かってしまったな。いけるかな。ダサい、ダサいか。だって後ろ見てみ。はい、後ろ見てみ、後ろ D 見てみ、 D。 わぁやばない、こっちから後ろから見て。これなんでこっち側に流れてこないんですか。おぉ、一個一個壁作ってるの。やばないこれこれやばない。どこのメタルの
どこのメタルのステージですかこれ。これやばいっすね。ここなんかがっつりなんかイベントっぽいっすね。何が？ここパッてこう見たら、ちょっとここに何人か村人置いてみます。うん、ゾンビでいいんじゃん。ここはゾンビでいきます、ね、村人のチームはもう作ったから。村人ゾンビっていうの。あ、村人ゾンビがいいんじゃん。あ、柵で囲みます。あ、落ちてきよったよ全員村人。あら生み出したゾンビを殺すっていう俺ら一番泣くっすね真ん中にもし水煮にしたらどうなんだ。無理じゃないっすね。あ、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 ごめん、ラッツ大変なことになってますよすいません。しかもあれでも黒曜石にならないんですねこいつら。いや、後ろに触れてないんだよ。あれなんでレッドストーンが繋がってたの。はい、あの、あ、これラインのつもりなんですよそこ精密にするこれあのスピーカーの裏からあのターンテーブルにラインが繋がってるんですよ。正確にするそこじゃあゾンビ行きまーす。うわ、行った。こんなもんか。いいじゃないですか。じゃあちょっと撮ってみましょう、ライブ。あ、ちょ、柵だけ作っていいですか。あ、いいっすね、なんかいい感じっすね。こういう風に見るとこいつら平和っすね。ラット根性試しやろうぜ。どうぞす。こっち入って、はい、向こう側から出てくるやばいっしょこれ。で、出れないんですけど俺。あ、出た。あ、出た。あ、D の間をくぐって、え、もしかしてこれは向こう側に出れないんですか。まっすぐ向こう側には出れない。もう一回お願いします。もう一回お願いします。見といてよ、はい、根性試し。こう入ってこっから出てくる。あー、こう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 。そう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 普通死ぬっすけどね。普通死ぬね。普通死ぬっすね。根性もクソもなく死ぬよねセレクター超怖いんじゃないですかセレクター危ないいつかかるか分からへんっていう。じゃあ これでいきましょうか。こうちょっと上下からアングルで。はい、どうもどこだ、はい、ということでね、今日は謝罪会兼あのステージ作ったっていうことでね、船もできたしええ感じやなと思います。ということで次回からはあの PV 撮影していきたいなと。やっとやりましょう。やっていきたいなと思いますね。皆さん楽しみにしてください。ありがとうございました。バイバーイ。始まる音の宴、包むリリムに身を任せれば気分は舞い上がって、目をつぶれば飛んで行けるのさ、カリブのあの島へ。 We love, we love, love reggae music. We love, we love, love reggae music. We love, we love, love reggae music. 音の上で一つに、元は生まれたカリブの島から、はるばる海越えてやってきた。たどり着いた俺の耳の中、その日から何かが始まった。見たことない積まれたスピーカーから出るベースライブっといフレーバー、なぜか自然と体が揺れた。懐かしに追いがした気がした。周りいつの間に人集まり、気がつきゃ始まるダンスパーティー。見たことないこんな空間に、気づけばハマってもう虜に。フロアに置かれたドラムのパンから、ジャックの香りが漂い出すよ。ビール片手にエビバディバンス、ギャルでもほらみんな大胆に、星空の下音に誘われてみんなで踊ろうぜ。目を合わせりゃ拳合わせて始まる音の宴、包
つむりリムに身を任せれば気分は舞い上がって、目をつぶれば飛んで行けるのさ、カリブのあの島へ。月と星とが夜空に輝く頃に拳と拳で山セレクター、頼むで今夜もリンコン音で俺らを揺らしてくれ。アラデマッシブ今夜はダンス、楽しけりゃ見せてくれレスポンス、壁叩いたり掲げろライター、天高く放てよゴンフィンガー、その一つ一つに心重なる憧れた場所、遥か彼方でもここにもある同じ空の下、音で繋がってくのさ One Love、星空の下音に誘われてみんなで踊ろうぜ、目を合わせりゃ拳合わせて始まる音の宴、つつむりリムに身を任せれば気分は舞い上がって、目をつぶれば飛んで行けるのさ、カリブのあの島へ。 We love, we love, love reggae musicWe love, we love, love reggae music. We love, we love, love reggae music. 音の上で一つに、 We love, we love, love reggae music. We love, we love, love reggae music. We love, we love, love reggae music. 音の上で一つに、星空の下音に誘われてみんなで踊ろうぜ。